なんと今回は救世難のエスカラス。その担当に選ばれたのは治癒の女神リスタルデです。ありがとう。少しでも多くの経験を積んで早く上位女神になれるよう頑張るわ。嘘でしょ。何度 S ランクって。肝心となる勇者の召喚はいつものように日本の若者から選ぶことにした。日本では異世界転生の書物などが人気らしく、すぐにこちらの意図を理解してくれるからだ。鈴木、山田、佐々木、佐藤、鈴木、田中、佐々木、山田、佐々木、鈴木、山田、山田、田中、山田、佐々木、鈴木。ああ、もうどれも同じに見えてきたわ。何でもよくなってきた。何なのよもう。ちょっと何これ、レベル1なのに何なのこのとんでもないスペックのステータスは。それも100万人に1人、いや1億人に1人の逸材よ。私は大女神への階段をまた一歩登る。女神リスタルテの名において今ここに勇者を召喚する。来たれ竜宮院聖夜。女神と人間の恋愛は禁止なんだから。いいですか竜宮院聖夜、あなたこそ異世界ゲアブランデを魔王から救う勇者なのです。神妙なものにいきなりそんなこと言われてもな。神妙？それって私のこと？いけない。威厳、女神としての威厳を保つのよ。本当に神ならお前がその何とかという世界を救えばいいだろう。ルールがあるのです。拒否権はないのか？そんなものはありません。自由裁量権は？ありません。ルール改正のための選挙権ないって。虫のいい話だ。めんどくさ。でもあなたのステータスはかなり高いのよ。私だって隣でサポートするわ。だから安心して。どうせろくなサポートではないだろう。世界を救う役には立たないではないか。女神に対して何たる態度。潜ってやりたいわ。とにかく異世界行きが拒否できないならこちらにも条件がある。条件って、せめて入念な準備はさせてもらう。